おはようございます。 X ブレイドアンバサダーの杉山大吾です。本日はですね、私の父が営んでおります、静岡県清水にありますゼスト号にて、タイラバーゲームをねやっていきたいと思います。で、タイラバーのポイントがちょっと遠くにあって、そこの行きの途中に、今ねちょうどシーズンであるサワラが結構跳ねてるんで、まあ、そちら跳ねてたらねちょっとサワラも狙いつつタイラバーもやろうかなっていう感じでね、一日楽しんでいこうと思うのでよろしくお願いいたします。よし、引きますね。やりました。バケットマウスを進化させるオプションパーツがさらに充実。バケットマウスを持ってフィールドへ出かけよう。釣り糸を投げればわかる世界はつながっていること、地球は水の星だということ。今こそ釣りを始めよう。 X ブレイド。釣り人の休日を応援するエサ吉。はい、タイラバのねポイント向かっている途中に、サワラちょっとね跳ねてたんで、サワラちょっと狙っていきたいと思います。でとりあえずタックル7フィートぐらいのキャスティングロッドに、アップグレードの 1.5 号ですね。でフロロ、ごめんなさい、ナイロンのリーダーの40ポンドに、まあ、ブレードですね、まあ、これでちょっとやってみたいと思います。よし、水深が今浅いんですよ、ここ 10m から 15m ぐらいなんで、そこまで沈めてもう早巻きですね。ベイトがね今すごく小さくて、シラスとかあとハク、このぐらいの小さいベイトを釣ったサワラから結構出てくるんですよ、口からね。そういうやつら食ってると結構難しくて、こういうブレードとかあと、まあ、リアクションであのジャークベイトで釣るみたいな感じになっちゃうんですけど、広く跳ねてるときやっぱこういうブレードが結構有効なんで、このアップグレードこれ8本寄りなんですけど、やっぱりキャスティングは8本がいいですね。8本寄りがね、もうガイド抜けが全然違う。でこの糸は色がね、これ見て分かる通りすごいね老舗のいいグリーンなんで、ルアーがある程度このぐらい自分のね離れてる距離を動いてるなっていうのが分かりやすいですね。リーダーの長さがね結構重要で、僕はですけどあのトップガイドにこのリーダーの結び目が入らないぐらいのリーダーの長さで僕はいつも結んでます。本当1秒遅いと食わなかったりキャストするのが、そういう時にねガイドの中にこう結び目が入ってると結構トラブル。リーダーが短いから食わないってことはないんで、長くても一広なんで 1.5m から、まあ短いとこうもう一本のタックルの方はもっと短いんですけど、全体で 60cm ぐらい。サワラはやっぱ歯が鋭いんで、あのテーパー状にしてて先端だけちょっと太いのに入れてるんですよ、こっちのもう一個の方のタックルは。これ今40ポンドも40ポンドだけで組んでるんですけど、もう1本の方のタックルはちょっとあの強めのタックル、大きいサワラとかいった時用でちょっとあの P のこのアップグレードも2号巻いてあるんで、リーダーも40ポンドを30センチぐらい入れて、で先端に60ポンドのナイロンを2、30センチ入れてるっていう感じですね。まあ、このブレードとかの釣りは結構ねルアーがそんなブレないんで、すぐそこすぐあのぐらいまとまって跳ねれば食うんですよね。おー、作った、あー抜けた、
チキショー、バラした。うわマジ悔しい。はい、じゃあタイラバのねポイント到着したんで、やっていきます。水深が 50m ぐらいで、とりあえずねタングステン製の 100g のタイラバのヘッドからやってみます。でラインは、スーパージグマンの 0.8 号ですね。でリーダーが3号です。フロロの3号。ちょっと潮の加減と糸の角度によってウエイトを変えようかなと思ってます。とりあえず100からスタートですね。今これ使ってる糸も、まあ、さっき の, あのキャスティングでねサワラの時に使ってたライン、まあ、あれとはちょっとね色が違うんですけど同じあの8本寄りの糸です。さっき使ってたあのアップグレードと、まあ、違うところはこの色ですよね。とその寄り方、さっきのアップグレードは結構こう密に編んであります。なんでこう触った感じがすごいこうトゥル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 してる、気持ちいい、滑りがいいっていう感じですね。でこれはちょっと粗めに編んであるっていうのがまあ特徴で、まあ、8本寄りなんですけどちょっとだけこう伸びのあるような、タタ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 タ、あー抜けた抜けた、お、また食ってるまた食ってるまた、おお引きますね引きますね。小さいコン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 って当たりがあって一回それ外れちゃったんだけど、まだねその上までこう巻き続けてたらかかってくれました。本命です。はい、初めてすぐ食いましたね。小さい当たりでしたけど追い食いしてね、下から 5m ぐらいでかかったかな。やりました。タイラバを落とすときにしっかりこう手前でしっかりネクタイが動いてるか確認してから落としてください。日によってね結構やっぱその釣れる角度ってのがあって、重たいのでこうドス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 落としてあんまりこう角度つけない方が食うときもあるし、こう軽いのでねバンバン流してこう糸をできるだけこう斜めにしてやってった方が食うときもあるし、本当それはねその日やってみないと実際わかんないんですけど、さっき釣れたのはこのぐらいの角度でした。タイラバは僕結構早めにストーンと落としたいんで、もうこのレバーは一番緩めた状態で、何もしないとこうやっぱちょっとバックラッシュしたりするから、軽くほんとこう爪で触れるぐらい軽くテンションかけて落としてあげる。結構ねこの春のノッコミマダイは繊細なんで、あんまりこうジャラジャラネクタイを2枚つけたりワームをねちょん抜けしたりってすることはあんまりしないです。シンプルな感じでやるのが結構肝だと思います。結構ねこの今ついてるネクタイ自体がちょっと厚めなんですよ。でちょっと長さもあって、あのアピール自体は強いんですよね、ネクタイの。だから意外と1枚でもアピール自体はそこそこあるんですけど、捕食してるベイトとかによって、まあ、これ2枚つけたり、これプラスアルファでつけるってことは多々。ヘッドの種類をちょっと変えてみました。ちょっとね今回変えたのは少しこう揺らぐようなタイラバのウェイトをワンウェイト上げて120、一発や。揺らぐ方がいいかな。変えてほんと1投目だもんね。そう、ほんとタイラバってこう巻くだけの作業なんですけど、その中にねほんと奥深さがあって、ヘッドの種類を変えるこの一つの作業だけで一気に当たりが増えたりってことがあるんですよ。お、レンコだね。
連光台、はい、連光台ですね。結構大きいですよ。着底すぐでしたね。当たった。おー、タイだ、マダイだ、はい、はい、2匹目、マダイやりました。ヘッドをね、こうちょっと揺らぐようなアピールのちょっと強めの、ね、ヘッドに変えたらね、当たり今連発してますね。この小さい当たりだったんですけど、あのラインのね、感度がいいから小さい当たりも分かりました。おー、こと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 連続ヒットファーストポール巻き上げできました。おー、またタイだかわいい、はい、おおお、はい、お疲れ様でした。今日はですね、一日、まあ、朝ね、ちょっとサワラ狙って、で後半ね、タイラバやっていきました。前半のね、サワラはちょっとね、単発の羽を狙って、まあ、ブレードでね、アップ G を使った釣りをしてきたんですけども、ちょっとね、当たりはあったけどかけられずっていう感じでね、ちょっと悔しい思いをしました。後半のね、タイラバは残りのね、マダイ、そこそこの 1.5 キロぐらいかな、まあね、ちょっと小型のマダイも、数枚釣れてね、いい釣りができました。このね、キャスティング、最初やったサワラのキャスティングのゲームは、まあ、視認性がいいね、あのアップ G とか、とても強度があってガイド抜けがいいんで、ぜひね、皆さんこちらを使ってみてください。でタイラバはね、まあ、スーパージグマン、すごく一般的なね、8本寄りのラインを使いましたけど、まあ、タイラバに限らずね、あちらの糸はあのジギングとか、まあ、バーチカルのね、釣りにとても向いてますので、ぜひね、皆さんお試しください。まあ、これからね、まあ、こちらの駿河湾でいろんな釣りができますけども、まあ、この X ブレードの P ラインとかフロローカーボンとかいろいろ出てますので、ぜひね、いろいろ お試しになって使ってみてください。ということでね、本日はこれで終了したいと思います。お疲れ様でした。豊かなフィールドで釣りができる喜び、パーフェクションインフックス、オーナー海上釣り堀さだまるでは、おいしい魚を食べてもらうため自社生産の魚にこだわっています。高速インターからたったの5分、皆さんのお越しをお待ちしております。サラワル最高。